こんにちは、シーバードです。今回は千葉県船橋市の千葉管楽器さんからこちらをお借りしてまいりました。アイバリーズのチューブスクリーマーです。発売から何十年経っても未だ人気の衰えない名器。こちらの音を皆さんにお聞きいただきたいんですけれども、まあ、鳴らし比べの動画は結構上がっていて、まあ、例えばね、ボスの SD-1 とかボスの OD-3 とか、このつまみがね一緒なんですよね。この3つのつまみで、ドライブ、トーン、レベル、これが SD-1 だったり OD-3 と一緒なので、結構鳴らし比べの動画が上がってるんですけれども、今回僕はちょっと違う視点から攻めていきたいなというところで、ちょっとお気づきかもしれませんが、こちらですね、僕の動画にレギュラー出演しているマルチストンプ、ズーム MS50G、 これにチューブスクリーマーのモデリングが入っております。そしてもう一つがこちら、ボス GT-1 です。この中にもですね、チューブスクリーマーのモデリングが入っております。今回はチューブスクリーマーの実機と MS50G のモデリング、そしてボス GT-1 のモデリング、この3つを鳴らし比べていきたいと思います。で、今回鳴らしていく設定なんですけれども、このアイバニーズのチューブスクリーマーを一番左端に置いておりますので、これでですね、ドライブの位置をこうやって変えながらですね、皆さんにお聞きいただきたいなと思うんですけれども、今回シンプルに3段階でいきたいと思います。ドライブ12時で、トーンも12時、レベルも12時、この状態とドライブ0の状態、そしてドライブをフルにした状態、この3パターンでお聞きいただきたいなと思います。アナログとデジタルの差で、デジタルがどれだけアナログに寄せて作られているのか、その辺お聞きいただけたら結構楽しいと思います。